はい、どうも、安田です。2021年の、ね、1月、非常に、ね、寒い、天気はいいんですけれども、非常にね、寒い平日の、夕方3時半ぐらいかな、というところでね、今これチェルシーマーケットからの、ミートパッキングにね、来ました。ちょっとね、ここチェルシーマーケットのところからですけれども、引き続きで、ミートパッキングをね、ちょっと一周回ってみようかなと。まあここはね、結構あの夏の間とかも、チャリで通ったりとかっていうの結構多かったんですが、今日はちょっとこれ歩きなので、このまま歩きながら、チェルシーマーケットのね、あ、チェルシーマーケットじゃないや、ミートパッキングのところを、撮ってみましょうと。一応ね、ここで今アップルストアですという感じですね。まあアップルストアはここよりもしかしたらフィーズアベニューの、まあ、本店というか、のところの方が面白いかもしれないので、まあそれはそれでね、改めて、タイミングを見て、皆さんにお届けできたらかなとね、ちょっと思っております。まあね、ここらの石畳のところは、そのまま基本ね、あの残しています。まあこれ石畳をね、あの全部これ舗装し直したっていうのもねありますけれども、あの基本あの、歴史的建造物保護地区みたいようなところだったりとか、まあこの辺りもねそれのうちの一つになるんですけれども、そういったところは、ビルだったりとかね、その歴史背景、景色をそのままキープするというようなところで、石畳が敷かれているところは、そのまま、アスファルトの舗装には主要なところはせずに、一応残しているっていうね、ところのね理由です。だからミッドタウンとかね、には、特別なところ以外は、石畳敷かれているところはないと。まあまあ基本的に要するにアスファルトができる、使われるようにね、道路状況がねなる前、まあ石畳だったわけですけれども、まあそれが大体、1800年の終わりか、ぐらいに、1900年の後は、だんだん後退してますけれども、アスファルトが使われるように、なって道路仕様がね変わったところまでの、石畳のところは大体残って、それが大体この14丁目、チェルシーマーケットミートパッキングのあるあたり、のところが石畳が多いよと。だからね、双方だったりとか、そういったところも、石畳がねそのまま残ってるっていうようなね、残してるっていうことですね、いうようなね形です。まあまあ車が通る、主要な道路、まあもちろんブロードウェイだったりとかね、そういったところはアスファルトにはしてますけれども、そうでないねストリートの通りだったりとかは一応景観として、石畳を残しているという感じですね。はい、というところで、ちょうど今ここ、スタンダード、ホテルスタンダードでこういう感じで、一応テスラがねそこにありますよと。はい、このままね行っちゃいましょうか。はい、今ね、夏の間に3回行ってます、聞きましたけどもね、まあ、皆さんに映像もお届けしてましたけれども、まあもう冬になったので、その樹木はねみんな要するに落葉葉っぱが落ちてるような、ね、状況なので、あまり前もちょっとねなかったりとか、まあもしかしたら雪が積もってるような時とかね、どっかのタイミングでねまた、冬のハイラインの様子をね、お届けできたらかなあとはねちょっと思っておりますが、非常に寒いです。めちゃくちゃ寒いです。で今そこにね、あ、鳥バーチが閉めてますね。もともと鳥バーチはノリイタ地区からね、
スタートしたまあブティークなんですけれども、一応基本はそこは閉めて、トリバーチスポーツみたいなことだったかな前はね。まあ今ねここ閉めてるかな、ちょっと一時中断みたいな感じで閉めてますね。でちょっとだけね、このカドッコにお肉の卸屋さん、的なものは、ちょっと残ってると残しているというような、ね、感じです。で今ねその、右手の方に、ホイットニーミュージアム、あります。ここもね、改めて、中入りに来ようかなとは一応思っておりますが、なんとなくね、あの外もあって、今ね人ちょっとそこにいるの見えますかね、あの屋上に出れたりとか外にカフェがあったりとかレストランがあったりとかっていうのもあるので、基本やっぱりそういったあの景色も綺麗だったりするんですよ、ダウンタウンの方ね。あと夕日の部分だったりとかね、あのスタンダードホテルも同じくですね、あのスタンダードホテルの、一番最上階だったりとか、春先とかね夏にかけては全部オープンになったりとかして、夕日夜景がね非常に綺麗な、スポット場所でもあるので、よくね僕も映像撮りたりとかしているんですけれども、まあこの冬の時期なのでちょっとね、まあどうせならあそこのね今ちょっと上の屋上の方に人いるか、綺麗な雰囲気の気温の暖かい時に、行けたらかなとはね一応思ってますが、ちょっと前まで行ってみましょうか。一応ね予約を入れてと、あこれ今ハイラインは全部オープンになりましたかね、なんとなく夏秋のところで行ってるところでは、一応予約を入れて、予約を入れて、で確認をして中に入るっていう感じではあったんですけど、もう全然オープンで中に入れる感じっぽいですねかな。というところでね、これ、ホイットニーミュージアムの、入り口のところに来ましたが、今日は入らないですけどね、タイミングを見て改めた感じで、屋上だったりとか夕日だったりとか夜景も兼ね合わせた上で、ちょっと訪れに行きたいかなとね思ってます。あとはそのエキシビションの設定がね、なんとなく好みな時だったりとかね、まあまあもちろんね常設もあるんですけれども、その、展覧会ね、特別展示みたいなところが興味深い感じがあればね、それも確認した上で来れたら、まあビーチ館はみんな同じくですね、この冬からね、春ぐらいにかけては、メトロポリタン、これメトロポリタンの解説も、したいかなとね思ってます。まあ今この時期でね、あのニューヨークに観光に来たりとか、訪れに来てとか、まあ、在住の人たちでも美術館に行こうかとかね、そういう感じは、なかなかタイミングが合わない感じもあるかとは、思いますけれども、一応ね、今のうちに、各美術館だったりとか、一応ね 大掛かりで撮影とかはできないので、ちょっとねピンで止めてコソコソっとした感じで撮影しながらの、解説がねできたらかなと、思ってます。今もうねここ一周回って、これでミートパッキングのところがね、終了です。なかなかねそんなにあの広い地区でもないので、本当にここはねこのコロナ禍でなければ、
レストランも店舗もね、あとナイト夜ナイトライフも含めてね、ちょっと楽しげな感じの、地区でもあるんですけれども、なかなか寂しい、ミートパッキングエリアとなってます。ここね、ちょっとね、あ、これも今2階の部分とか、あ、2階から上か、新しく増築したよみたいな感じですね。ここはちょっと重ねて少し前のね、5年ぐらい前の映像とかちょっと重ねて、5年ぐらいぐらい前こんな感じでしたよ、もうね、お見せできたらかなとはちょっと思います。ここもね、前はイタリアンのレストランだったんですけど、まあよく来てましたけども、へえ、ちょっと一緒に中入らないですかね。ほら、はあ、まあ母体がちゃんとしっかりしてるから、こういう感じで、これセオリーだったかな、ここにね、ありますね。で、そこもまだ完成はしてるけれども、本当はね、これコロナ禍なければ春口とか、これ結構ね、この1年ぐらいの間、このコロナ禍の中で、新しくこのレストランとかね、工事したところがみんな完成してるっていうような感じには一応なってますよね。まあちょっとね、多少の様子がね、変わった感じにね、一応ねなってます。はい、というところで、あ、トップですね、ウィリアムスバーグだったりね、ところからが目に有名になった設置場所だったかな。まあ今もね、アドブルクリーンのあたりとかもね、あったりとか、あそこにもあるか、ニーマンマーカスのね、ハドソンヤードのとこっていうねありますね。で、今ここが綺麗になったね。で、今ね、ここガンスブートホテル、まあこのミートパッキングのね、開発する上での、1990年の中ぐらいか、まあ、これぐらいかな、一番初めにね、お肉屋さんの卸売さんがしかなかったところに、ポツンとできたね、ガンスブートホテル、ここのね、あの最上階も、あの基本夏の時は、バーがあったりとかしてるので、夜景とかあったりとかもね、非常に綺麗な場所です。まあもちろんね、宿泊してなくても中に入れると思います。というところで、もうね、一周終わっちゃいました。要するに街並みはね、変わってないけれども、店舗のね、内容がね、ちょっと変わってったりとかって、いうような、感じですね。ここもね、あ、これ今ね、ソーホーハウスか、ソーホーハウスのホテルです。ここも、最上階にプールがついている、バーがね、あったりしてます。で、ここの1階がね、今これ店舗ディテールな感じの、スペースになって動いてはないけれども、前は、何だったかな、スパイスっていうあのタイレストランだったですよ。まあ、そこもね、あのよく、来ておりましたが、まあ今ね、だからこの辺りにあったレストラン関係はみんな、高級なホテル街に乗っ取られてるとか、ホテルに乗っ取られてるとか、そんな感じですね。
はい、というところで、一周いたしました。出ますか、アップストアは別にいいかな。ここそんなにね大きな、スペースでもないので、ご案内の方にね、後ほど行ってみましょうというところで、このミートパッキングスタートしたところの、一番初めの取っかかりの、同じ場所に今来て360度と、いう感じです。はい、それでは。